皆さんこんにちは、道楽です。前回の動画ではユニクロプラス J のオープンカラーシャツと T シャツを洗濯して乾かしたら、シワがたくさんできてしまって、売りであるツヤであるとかがね、ちょっと感じられなくなって残念でしたという動画をお送りさせていただきました。で、やっぱりね、アイロンをかけた方がいいんじゃないかということで、ちょっと今回はアイロンをかけてみたいなと思います。これオープンカラーシャツなんですけども、洗ってきました。で、洗濯機の脱水をかけたんですけども、まあご覧の通りシワシワですよね。ということで、まずは襟から、ね、この襟からアイロンをかけていきたいと思いますね。よくね、霧吹きで霧をかけたりとか、スチームを使ってね、アイロンをかけるっていう動画とか、まあそういうブログとかをよく見かけますけど、僕はそういうことはしません。洗濯が終わって、まあ脱水がね、かかって終わったら、それをそのままアイロンかけてしまいます。このくらいの薄手のシャツの場合は、それで十分ですね。わざわざ一度乾かして、もう一度、霧吹きかけてなんていう二度手間はしません。襟がこんな感じに仕上がっています。結構いい感じになってきましたよ。もうちょっといいアイロン台が欲しいな。
よし、こんな感じかな。ちょっと大雑把すぎますけどね。はい、アイロンの後、ハンガーで干しました。いかがでしょうかね。まあ、私のね、アイロンの技術の未熟な部分もまだまだあって、クリーニング屋さんのようにね、ピシッとはうまくいってないんですけども、それでもね、洗いざらしの状態の T シャツとか、このオープンカラーシャツに比べれば、ずっとね、新品の時のその特徴である、この表面のツヤであるとか、お張りの良さとか、そういったところが復活してきてるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、まだちょっと T シャツの方がね、うまくかかってなくってあれなんですけど、それでも、まあ、洗いざらしのものに比べればだいぶ滑らかになってますし、光沢も戻ってきてると思います。で、オープンカラーシャツ、こちらはちょっとまだまだちょっとアイロンの技術が、追いついてないっていう部分もあるんですが、でもこちらのこの辺りなんかは綺麗にね、やっぱりアイロンかけることによって、このスーピマコットンのこう生地のいい感じっていうかね、テクスチャーがちゃんとこう蘇ってきてるような気がします。ツヤもね、出てきてると思うんですよね。ですね、まあ、今回は私はね、自分でアイロンをかけましたけれども、そんなのめんどくさいよというのであれば、やっぱりクリーニングに出してきちんとね、アイロンしてもらうのが、この今回の2021年春夏ユニクロプラス J のスーピマコットンのオープンカラーシャツとか、リラックスクルーネック T シャツの特徴をね、一番こう引き出した形で着ていけるんじゃないかなというふうに、結論つけたいと思います。今回の動画いかがでしたでしょうか。今回は2021年春夏のユニクロプラス J の中で、私が購入した、アメカジ親父が購入したオープンカラーシャツと T シャツ、スーピマコットンを使用したこちら2アイテムを選択した後ですね、アイロンをかけて新品当時のその雰囲気といいます、今回の素材であるスーピマコットンの特徴である表面のこの滑らかさであるとか、ツヤを復活させてみたという動画になりました。今回の動画参考になるようでしたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ドラクでした。